皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月の14日、朝の7時53分今日の朝の家の前でたむろとかされたりとかして、先ほどなんですけども、まあ、その内容を録画していました、警察官の許可あり、裁判所の裁判官も、もう自分の判断でしてくださいということです。法廷で言ってますが、裁判官は、まずは佳子さまへのメッセージなんですけども、まあ、昨日動画でアップロードしました内容なんですけども、その前にあのなるほど展という動画を見て、あのコーンはいつだったんですか、今年ですか、案内してる女性が親戚のおばちゃんでしたね。私の多分そうだと思います。ほとんど映ってないんで、まあ一時停止をしてもそのしっかりと顔がわかるような、こうブレてないような動画で確認しなかったら何とも言えない部分あるんですけど、声も似てるし、で親戚のおばさんとは長年会っていません。で私の母親が亡くなる寸前の頃も、その私の自宅にね、母に会いに来たりとかって、ほとんどなかったんですよ。で、ここ数年前に、岡場のエコーリビラの広場の近くのところで、急に僕の目の前に現れてね、すいませんでしたって頭を下げて、どっか行ってる。だから急に来てるから、僕も長年、そのおばちゃんと会ってないんです。母の葬儀の時に出てきたんですけども、うちの、その、母親の姉ですからね。な、それ以来、あとは、岡場の横以来、頭を下げてきた時しか会ってない。だから、私の、親族のものと関わらないでほしいんです。なるほど展で最後の方に、動画をたくさんアップロードしてほしいって、私の方から、心の声で、佳子様に伝えてるはずなんですけども、だけども動画、上がってこない。それはなぜ動画を上げてほしいかって言ったら、その、情報交換をしなかったら、お互い何がどこまで理解できてるかっていうことがわからない。で、その、私の祖母と思われる人物が、あの針のね、ことを説明してたでしょ。もともと裁縫用具とかの針の方。だけどもその品物自体は変な針であったと。で、その動画をたくさん上げてほしいって言った時に、その祖母の方がね、まあ祖母じゃない、私のおばちゃんの方は、その内容を受け止めてしまって聞こえている状態で、それだったら病院やわとか、そういうこと言ってるんですよ。で、病院の近くの駐車場に昨日来ていたっていうことなんですかね。だから、その時の祖母の顔も、もう今80歳ぐらいですから、80超えてると思いますね。大変に我々の睡眠時間を奪われてるのかもしれない。わからないですよ。とりあえずその後どうでした、昨日動画でその地点を撮影した後、もう一度外歩いてみますねって言って19時過ぎもう一度外歩いてるんですよ。で一応その時はパトカーが見回りに来てくれていて、まあ人ほぼ、まあ、誰も歩いてない状態、もともと人ほとんど歩いてないんですけども、車も走ってない状態で、あとまあ、その昨日その駐車場に車に乗ってた人は佳子様だったとして、わからないですよ、本当に。顔がだいぶ違う顔だったので。まあそちらから心の声も何も聞こえてはなかったんですよ。で、僕は心の声とか特に当てにはしてません。心の声を送った時に、他の人間はキャッチしている以上、その内容を、
やっぱりどういうふうに心の声をこの動画の時にこういうふうに伝えてます、これを表現しなかったら相手にしっかりと伝わってるかどうかわからない。もちろん結婚希望相手は、秋篠宮佳子様であって、結婚希望相手はね、で昨日サイレンが2回鳴った時、1回目のサイレンが19時40分で、そういえば昔区役所は19時40分ぐらいまで空いていたかなとか思いますね。でその後2回目のサイレンが鳴って、でまあ要するに婚姻届の方の考え方のそのサイレンですね。まあまあまあ、だからそれ、まあ、婚姻届出してみて、そこから実はこうでした、ああでしたっていうのはやっぱりちょっと変だから、本当は話するもの。だから僕は、ある程度の時間帯に、まあ、昨日、まあ、サイレンも鳴ったしということで、一回外出てみようかぐらいで、まあ、歩いてみたんです。まあ、自分はもう2回歩いたらいいかと。で、まあ、向かいの方からね、黒い服着た女3人が、喧嘩を売ってくるようなことをね、こちらに言ってきて、で、まあ、こちらは、まあ、文句を言い返すと顔を変えられるっていう、だからルール変なんですよ。向こうは世界のルール法律じゃないですか。向こうは挑発行為をしてきている。あと歩いてきながらでも僕に何か大して関わり合いもないのに、僕が嫌がるようなことを言ってくる。これはもう迷惑防止条例違反でもあるし、ストーカー行為法違反でもある。もうそいつら何回も同じことを繰り返してるから、通り過ぎるだけでもつきまとい行為になるんです。自分たちが道行く歩く方向変えたらいいだけ。僕が今懸念を持ってるのは、淡井圭介対多数が組んでしまってる状況。その後佳子さまの209号室とかに泊まりました。佳子さまだったとするとですよ、もう考えすぎかもしれませんけど、で今日の朝も6時ぐらいから209号室から誰か家出たりしてるんですけど、プライバシーの侵害といって、自分が誰かに伝えようともしない内容を聞こえてる人がいたら、それはプライバシーの侵害だから、佳子さまに伝えようとしていた動画で心の声に関しても他者がキャッチしている以上、そのものはプライバシーの侵害なんですよ。普通に考えたら、佳子さまがちゃんと身分証明書を持って、ね、僕の家に来てくれたら、あとは話してる時のその話の内容とか、喋ってることとかで本人かどうか分かるから、その顔がだいぶ変わっていたとしてもね。だからそれは本当は本当に僕の家に普通に来てほしい。でその結婚話、女のところで話がごちゃごちゃになって、まあどこかの区役所、眞子さまが結婚された時の年だったと思うんですけども、その結婚の、受付、申請に関して、区役所がね、まあ、市役所かもしれませんけど、場所によっては夜遅くまで、受理するのを受け付けていたと。でも僕も手続き直接行ったことないから、その身分証明書以外に何がいるのかとかわからないですから、その婚姻届を出すときに。で、それを出す前に、まずは話し合いだから、その、昨日、その、岡場駅の方へ向かって歩いていくときに、その、絡んできた女3名ね、用水はどうこうとかね、そういうことを平気で言ってきてるんですよ。まあ、これは、通報ということで、警察官の方も、僕は動画アップロードしたときに、すぐに対応して、兄の仲間ち、パトカー走ってくれていたんで、以前までなんか、いつもパトカーの動き方変だなって思ってたんですよ。
まあ、もともとの情報とかで、タオジ、僕はこちらの方に歩いて行ってるのに、まあ、タオジ駅の方にパトカーが出て行っていたりだとか、まあ、それは、もしくは、買い物とか行った時に絡んできた人間に関して、その家分かってるから注意しに行ってるとか、まあ、何かそういうことなのかなとか思ったりとかもするんですけども。で、基本的にこの辺りの地域の人間で僕は信用できる人はまずいません。それが勤務先でね、僕と結婚話をした地元の人間だとか、そういう人間であればあるほど、記憶だんだんどういうふうないきさつがあったかも思い出してきてるから、例えば、神戸市立ホテルフルーツアラバーグで一緒に勤務していたはったんだっていうものなんですけども、そのものは僕の上司として、勤務していた、新栄フーズという会社の、もう今でもいるかどうかわからないんですよ。川上っていう名前の人で、その人のね、その人と付き合ってたはずなんですよ。その人が車で送り迎えしていたりとかしてましたから、何回か見かけたんですよ。地域の人間同士で組んで、動いてるようにしか見えないから、どこからどこまで組んでるのかなってわからないし、ただもう状況的に僕のことが知れ渡りすぎて、僕に対して喧嘩を売ってくる人間が、ただただひたすら一方的に増えてるっていうことなんですよ。人の真面目な話の部分が、そいつらの頭の中に入らない。まずは話し合いっていう部分。僕、その親戚のおばさんとかもね、信じているかって言ったら信じてないんですよ。それなぜかって言ったら、書類化したね、ホームページ、粟井圭介の履歴の、僕はどこそこでね、なる人様たちとお会いして話をしてたとか、勤務先はどこでどういうふうな人間に会って、どういうふうな人間がテレビに出てとか、そういう話を全部書類化して、見てほしいって言ったんですよ。で、渡したと思うんですけども、何書いてるか分からへんわだったんですよ、返答が。話になんないんですよ。で、その人間が、呼ばれて、なるほど展の展示会場に来ていて、っていうことでは、あと、その人の言ってることに、を受け入れて言うことを聞いて、僕の言ってることは受け入れてくれないっていう形になってるでしょ。で、209号室には僕絶対、まず行かないですよ。昨日の夜、なんかこう、壁からコンコンっていうような、ノックするような音が聞こえてきたんですけども、209号室、以前何か声が聞こえてきたりとかで行ったら、女がね、3人ぐらい、もう髪の毛はもう金髪色に染まってるような状態の女、ややこしそうな人間が3人溜まり込んでいたりとか、もうそれが本当の話だから。今日の朝の6時ぐらいに、209号室から誰か出てきたみたいですけども、もうとにかくそこには誰も出入りしてほしくないです。男性でも女性でも。それは3105室もそうですし。まあ、結婚希望相手は佳子さまで。まあ、今までのその受け答えの内容っていうのを、信じて、今日も日々過ごそうかなと思ってます。まあ、今日はその3月14日の、まあ、ホワイトデー、と呼ばれてる日じゃないですか。だから、まあ、今日も、しっかりと会えなかったら、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと挫折してる、でしょうね。あれこれ、も
その文章化して、その書類化して佳子さんに持っといてもらわなかったら、自分化していいことと悪いことの区別ができてないんですよ、残念ながら。もともとがそうなんですけども、女性は大学とか行くんじゃなくて先に結婚で、それから社会に出る。で、女性の方が相手の家に行ってあげる。だから女性はもともと嫁入りだったんですね。それをしなかったら、時間的に普通に働きに行った時に、男性の場合、そのスケジュール云々がなかなかこう予定がね、二人とも両方ともフルタイムで働き始めたら、休みの日程はまず合わないでしょう。だから本当は多分その方が、後から考えてみたら、多分もうみんな同じこと言うと思うんですよ。後から考えてみたら、そういうふうにしておけばよかったって。結局所得税の控除で家を建てたりとかですから、人生設計とか何も決まんないでしょう。まあ、まあ昨日その、顔を見ただけでは、その今までの動画で出てるような顔ではない、まあ佳子さまに似てるかなぐらいで、まあ顔だけを見ると僕よりも年配ぐらいの方に見える顔の状態の人が車に乗っていて、さすがに佳子さまではないかっていう判断だったんですよ、僕の中では。ただ家帰ってきてから僕の顔も、僕の顔というよりも違う人の顔に変わってましたから、基本は運転免許証の顔なんですけど、まあ髪型とかもやっぱり変わったら、それだけでもちょっと顔は変わって見えたりとかもしますし、そのちゃんと合わなかったら老人の顔に変えられたりして、とか、なんかそういう変なルールを使用する人たちもいますし、その元は何なのかっていうのはちょっと分かりづらいですし、こう普通に自宅に僕に会いに、昼間会いに来たらいいと思いますよ。特に子供とかが学校行ってる時、平日であれば。その方がすんなりと会える。すんなりとここで話し合いができる。まあ、基本的に一晩寝たら顔は治りますから。で、あとは例えば209号室に、いた人間が今日の朝6時にね、出て行った人間で顔がどうなってるかっていうところとかね、その209号室に誰かが泊まることによって、僕朝起きた時の顔も変な顔にされてたんですよ。だから209号室に誰かが泊まることによって、その者たちは淡井圭介の顔を撮っていて綺麗な顔になったりとかして、これを聞いたら余計泊まりに来たりする可能性があるから、もう警察の方で、ね、もう209号室も封鎖しといてもらえないですか。あと310、あと行政の方とか法曹界、法律業界の方たちもご対応していただけますか。で、そのもともとただその209号室にいた奥田っていうものは、テレビ朝日の役員とされる早川というものと一緒に、行動していたものなんですね。裁判所で一緒に傍聴席でいたりだとか、その早川さんがもともとその人と結婚していたのかどうかとかわからないですよ。もう だから一人、誰か一人でも疑念使い始めると、もうこんなありそうなんです。旧姓を名乗ってるとか、そういうややこしい話とかもあるのに、それプラス偽名の世界まで広げられたら、正直警察官の人だってお手上げでしょ。調べ尽くせば時間をかけて調べることはできるけども、なかなかそこまでは人手不足でなかなかできないっていう部分とかあるじゃないですか。だからもう本当に、まあ、この間有馬警察署に通報した時に、そのそこから絡んできた連中と、その報道ステーション云々の件の話ね、でテレビ局2社2社合併で、夜中の番組と明け方の番組もう全部なくした方がいいと、
テレビ、例えばテレビ朝日とフジテレビを合併させて TBS と読売テレビ、もうそれぐらいして、夜中と明け方の番組をなくすと。その方が不幸な人間は増えないですね。で、その今日もう朝男性2名がね、あのたむろしていて、もうそいつも嘘ばっかり言う人間で、髪の毛染めていて、で、喧嘩を売るようなことを平気で言ってくる。あの、法律名とかを出してるのに、しっかりと謝罪をしない。だから普通だったら、そこで、謝罪すると思うんですよ。で、身分証明書の開示を求めてもしなかった。で、ここの住宅に住んでると言い張っていて、住宅の掃除の後の会議ではまず見たことがない。多分一回も見たことないと思うんですよ。なんか、住宅の掃除の会議に、あの、俺も行ってるとかなんか言ってるんですけども、僕結構、こう近年は、出てますから、会議。だけど見かけたことない。もう、老人ばっかり。本当に。ほぼほぼ多くの人がご老体。あとはまあ、まあ僕今年47歳ですけども、まあ僕と年齢が近そうな人で、まあ二十歳前後ぐらいの人間なんかまずいないですね。まあまだどっかの家で、多数の人間で出入りして、絡みに来てる人間と組んでる連中、ストーカー行為違反で、付きまとい行為の、あと迷惑防止条例違反。で、そこで喋る必要はないし、そもそも。何か喋ることがあるんだったら、そのものの家で喋ったらいいし。まあ、無理やり、あの、意図的に嫌がらせをしようとしているのはすぐわかる。心から思ってるから僕は言葉にしてるのであって、あの、動画で言ってる内容とかの方が最優先という形で、受け止めてください。結婚希望はあって、相手は、秋篠宮家の、佳子様です。それはホームページは YK スケの履歴でも随分前からずっと記載しています。だからもう、あとは一般人の人向けなんですけども、テレビ局の多くの番組は多分再放送で、番組丸ごと以前と同じ内容を放送してるというところは結構あると思いますよ。いや、もう純利益なんかもともとなかなかないですから、もともと赤字のところが多いんですよ。その昔の人たちのね、その喋ってる音声とか、それ聞いたことあるんですけども、その一番最初に NHK ができて、その後、読売テレビ、が、開局してるんですけども、民間のテレビ局が。で、その時は、そこもあの、まあ株が結構売れたんですよ。だけども、その後すぐにテレビ朝日とかフジテレビとか TBS とか、あの、まあ、テレビ東京とか、あの、各局が、その数年後に、たった数年後で一気に、あの、開局したものですから、あ、もうここもあかんわ、っていうことになって、もう株価だだ下がりだったみたいですね。もうすごく下落したっていうふうに。で、どっか一社だったから、その、売り上げが出たのであって、そんなにたくさん、あの、オープンさせたら、もうどうしようもない。だから、売り上げないという理由で、その、以前の内容を丸ごと再放送して、あの、昨日動画でアップロードしてるんですけど、その前の日にね、安藤萌というアナウンサーが、会いますとか言ってる、その映像とかあるんですけども、その安藤萌が男3人連れて、絡みに来てるんですよ。
声聞いたらわかるから、マスクはしていても。でその時はもう僕あんまりにも腹立って、だいぶ大きな声で、ものを言ってるんですけど、それから喉取られてる、喉ガラガラ。まあ、これだったら喧嘩、複数の人間で喧嘩売りに来た方が、優位なルールになってるから、これはルール法律じゃないですね。集団暴行してるのは相手の方だから。なんか加護様としてはその地域の人間とは組まないでほしい。誰に何を言われたとしても余計話がややこしくなる。それは僕の親戚としてもそう。なぜなら親戚のおばちゃんから何の連絡もないから。あとも年齢的なところと、そのなるほど点の収録っていつされました？本当に今年でした。だとしたら私の祖母はもう80代ですか。あ、祖母じゃん、その親戚のおばちゃんは80代ですから。いや、そのだからもうその年齢になったら大体ずさんになるんですよ。その本当に僕のことをね、大真面目にその心配してくれてる人だったら、僕が書いてるそのホームページは YKS 君力の文章の方のね、内容、そのことについてこれ本当なんとかどうなのとかどうだったのとか、そういう話とかをいっぱいすると思うんですよ。だけどもないから、ただただ聞こえてきた内容に対して自分の意見を言うだけであって、ある程度存在するの方ですよ。存在の存の感じの方ですよ。その人の結婚話や僕の結婚話について大真面目に取り組んでる人じゃなかったら、いろんな情報が錯綜してるでしょ。だからただただあの時はこう聞いたからとか、そういうふうな形で動いてしまうこともありえるから、当事者がねしっかりと僕の家に来てくれるのが一番早いっていうことなんです。で、まあ、昨日の一件と、あと今日の朝、また絡んできた男性2名に関してで、もう正直、気持ち的にもね、もう絡んで来られてるだけでも大変ですから、精神的にやっぱりしんどい、負担が大きい。その、なるほど点を、その私の親戚のおばちゃんと思われる、まあ、もう親戚のおばちゃんじゃなかったとしてもいいです、そのメガネかけてた、老婆ですけども、最後の方にね、それやったら病院やわって言ってるでしょ。まあ、その時点で精神病院というところがどういうところかだとか、警察官だとか、1956年に売春防止法が出来上がってたとか、そういう話を全部頭の中入ってない人間で、ただただいい加減に生きてる。で、まだまだ、ダーティーな世界、その汚い世界がね、汚職だらけの世界が広がっているのであって、もう、ここで、しっかりと、僕は踏ん張ってるから、多くの人たちも踏ん張って、そういうところをね、しっかりと取り締まったりだとか、改善をしようとしたりとか、どう考えても、これはこれで無理があるっていうところをね、考えてくれる人たちが、いるのであって、ただそういう人たちはほんのわずかな人で、加護様は普通に僕の家に来てくれないだけでこの世の中滅びますよって、そういうことです。わかりやすく言うと、まあ僕が生きてる間に石油とかね、ガスとかの輸入量極端には減るでしょうね。で、最悪止まる可能性はありますね、どう考えても。
その絡みに来てる連中たちはただひたすら足引っ張ってるっていうことの自覚がない。あと、あ、そうそう、あと佳子さまですけども、ちょっと動画長くなって申し訳ないんですけども、その宿泊先とかね、それまあ本当に気をつけておいてくださいね。あのホテルとかでそのやっぱりレイプ事件とかありますから。だからそのフルーツやバーグでね、そこの部屋にいたら淡井さんが来るとか、そういう電話を誰かが言って、そこの部屋に淡井圭介と結婚話をした人間が泊まって、で、そこで襲われてだとか、本当に世の中かなり怖い世界ではあるんで、ね、もう十分今日怖い思いしたんですけども、朝からやっぱり相手は2名ですからね、こっち1人ですから。まあその辺のところも、そのそういう変な方法の合う方法を、まあ昨日いた人物が佳子さまかどうかわからないですよ。うつむいてってスマートフォンを見てる状態で、一応真正面回ってみましたけども、うつむいてる状態でね、喋ろうとしてくれていなかったから、顔を見た限りではね、さすがに佳子さまじゃないかなっていう感覚だったんですよ。だから車に乗ってるでしょ。だから余計、まあ一応僕は身分証明書を見せて、秋篠宮佳子さまですか、でそれで佳子さまが何か身分証明書とかでね、まあ話してる内容とかで、顔が変わっていたとしても、その佳子さまかどうかの確認はできる。だから絶対どこかで話し合いは必要なんですよ。まあまあ、そっくりさんとかでテレビの放送とかで、いや本人じゃないんですっていう、モノマネですっていう人たちは今までいっぱいいたわけじゃないですか。まあ、どこにどんな人間がいるかわからないんで、ブルーツアーパークでも、キム寺に、その、警察官プラス従業員で突入したんですかね、部屋のドアが開かなくて、出てきてくださいって言っても出てこなくて、で、そこの部屋はもうドアをその突入した時の状態のままでしたね。まあそれは2007年ぐらいの勤務時なんですけど、そういうことがあったのは1998年ぐらいですよ。だから10年ぐらいドア、そのもうドア潰してますから、根元からもうボキッて折って、いやもう正直こういう気だるさっていうのはありますね。そのもうこれは佳子さまへしっかりと言っておくんですけども、その、普通に家に来てくれたらいいのになぜ来てくれないんだろうっていう、その、負担っていうのは大きいですね。結局最初、もともと何理由で僕の家に来たくなかったんですかっていうことなんですよ。以上です。なあ、もう常に僕もわからないですね。その、なぜなるほど店に、僕の親戚のおばさんがいたのかっていうところですね。以上です。まあ今日しっかりと会って、まず話し合いができることを望んでいます。